らインスタあげようと思ってます。おはよう。全然目の下黒すぎ。待って待って待っていろいろやばい。やっほー。なんかね、なんかできるだけインスタ毎日あげるんですけど、そうやべえと思って、私配信22時までだし、インスタも22時までだから、そう配信やるにはね、事前にインスタを決めておかないといけないんですよ。で今回はちょっと初めて音楽つけてみようかなと思ってて、その曲選びでもうなんか30分以上かかりました本当にかかりすぎだと思ってる自分でも。おはようございます、こんばんは。今日はもう何時から寝たんだっけな、5時半くらいからずっと寝てました。だから逆に今元気かもしんない。ちょっと目薬だけささして。なんかさ、今までずっと今までずっとこれピンクのマイティア使ってて、初めてなんかちょっと上げてみようと思って、なんか刺激の強いクールみたいなやつを買ってみたんですけど、最初はめっちゃねなんかビリビリしたんですけど、最近なんかこれじゃないとダメでなんかやっぱり刺激のある目薬じゃないとダメになっちゃって、そうすごいこれお気に入りになりましたマイティア。でもね、まあ刺激が欲しいよっていう方はおすすめします。はい、ちょっと本当にやばいフォロワー減っちゃうフォロワー減っちゃうよ。大丈夫かなこんな感じで。まあいっかあいいや、みんなだし。今日はなんか三つ編みしました私ができるヘアアレンジこれくらいしかないんで、なんかツインテールしようかと思ったけど、あ学校行くときね、そうツインテールしようか迷ったけど、でもツインテールはちょっとやめとこうかと思ってこれにしました。そう、待って、なんかみんな、何このなんだこのギフトの量、待って、ありがとうございます。なんか今日なんか最終日とかあるんですか、何ですか、ありがとうございます。めっちゃギフトありがとうございます、嬉しいあれ私チョコミンコ今何位になってんの私また下がったかな。チョコミンコ1位は目指してないです、ちょっと1位は無理なんですけど、一桁頑張ってるんでありがとうございます、嬉しいよ。いやマジで今日は寝てた、なんか目が冴えてきましたえ、何ギフト、今日最終日とかですか、なんか何嬉しい、ありがとうね、ありがとうありがとう、こんばんは。マジぐっすり。なんか今日の朝4時5分からあのフランスとね、日本があのサッカー試合あったんですけど、朝のね、そうなんかそれが見たくて、なんか最初オールしようとしてたんですけど昨日、でもさすがに眠たかったからリビングで寝たんです、2時くらいに。で4時になんだっけ、4時に目覚ましかけて「おやすみ」ってやって、で「はっ!」って起きたのが4時15分で4時に目覚ましかけたはずなのに、なんか15分後に起きて急いでつけて、ずっとこうやって見てたんですけど、あの途中まで見てたんですね。もうなんなら途中から実況配信しようと思ってたの、4時5分からだったから、まあ、5時から配信できるし、まあ1時間くらい一人で見てそっから配信しようと思ってたんですけど、でもなんか後半頃からなんか気づいたらまた寝ててはい、それでなんかまた寝てて、起きたのが6時過ぎで、あやべベッド行こうと思って、
その時またリビングで寝落ちしてたんで自分の部屋で寝ました。そっからいや点決めてちょっとね余裕ぶっこいてたわ多分私。起きたらああれ引き分けみたいな起きたら引き分けでした。ちょっと応援が足りなかったな私の。いや満足しちゃってた結構夜中だしね。いやもうほぼ朝方か。ラチェのパフォー最高ありがとう嬉しい。また見に来てねありがとうそう皆さん見てたかな。実況配信してたらもしかしたら寝落ち配信になってたかもね。本当だよね。いや配信する気はあったんですけどね、なんか途中から寝てた。そう水戸選手もね出演じゃないな出場されていて、はい見れました。でもやっぱりねフランスはねいやすごいね、ほなんかもう海外サッカーってすごーって思いました。なんかスピードが速くてなんか目が疲れたもん朝から。あそんなのしたから多分今はこんなに寝起きなんだと思います、はい、だって5時半くらいから寝たから18時半19時半8時半3時間ちょっと寝ました。いやー24個は行くね。お待ってるねありがとう。いやめっちゃ寝たくない？やばい逆に今日寝れるかなって感じですね。うんまあ寝れる時寝とかない。そうですねまた明日もお仕事なので頑張り待てい。でその次の日が公演、その次があっガッタファンのおしゃべり会ですね。来てくださる方いますかね。まあでもシングルもありますので、そう私は本当に、おお何まあありがとうえ嬉しいありがとうございます。あハズレかハズレですあ来てくれるありがとうございます。待ってますね。何着るんだっけな、なんか久々に磯部ルア T シャツでも着てみようと思うので、多分お揃い界隈してくださる方は多分本当にほぼいないんじゃないかってくらいなんですけど、でもまあそうちょっとどうの服にしようかなって迷いすぎた結果なので全然いろんなこと話しましょうね。楽しみありがとう。引き続きオフラインおしゃべり会オンラインおしゃべり会もよろしくお願いします。うんうんうんよろしく楽しみ。ガタマドったサッカー話をよろしくお願いします。ありがとうありがとうね。あ21日は初ルアシとおしゃべり、おありがとうございます。嬉しい。ね、なんかガッタファンの何受付があったじゃないですか、おしゃべり会の。なんかもうすぐ話すって感じだよね。なんか思ったよりみんなと話す機会がなんか近々あると思うとすごく楽しみです。結構さ、シングル系はなんかほど遠いじゃないですか。なんか12月7日みたいな。そうほど遠いんだけど、なんか思ったより今週かって感じ楽しみやな。あこれ読めない、ごめんなさい、ごめん読めないんだよねこれ。 EURO2024 かな、これなんて読むんだろう、わかんないけど、あれですよね、アベマでやってたやつですよね。あれはなんかお兄ちゃんが見てて、でも私はあんまり見てないですねそちらは。そうでもアベマでやってるっていうことは知ってますし、お兄ちゃんも見てるっていうのは知ってますあんまりそこ覚えてないのごめんなよ。あユーロっていうの
ユーロって言うの ?EURO、ユーロ。確かに。あ、確かにユーロだわ。ごめんなさい。ユーロですね。見てないです。ユーロってあれじゃない ?EU のさ、通貨じゃなかったっけ。あれ合ってるっけね。知ってるみんな。なんか社会科で習ったの、それくらいしか覚えてないんだけど、中学の。そう、あ、そう、EU のやつ。EU 加盟国とかなかったよね。ほんとそれしか覚えてない。私 EU 系は好きだったな。そこだけなんか勉強する気あったんですけど、それ以外全然わかんない。ユーロドルっていうの、土曜の昼夜公演来ます、お待ってます、ありがとう。スペインが優勝したかい、あ、待って、それあれだ、お兄ちゃん見てたわ。あ、それかなるほど。なんか私がもうちょっとね寝ようかなと思った時に、なんかお兄ちゃんがリビング入ってきて、え、なんで今から、なんで今起きてきたんだと思って、え、何すんのって言ったら、なんかなんだっけ、これからサッカーなんか熱い戦いが始まるんだみたいに言い出してえ、何みたいな。あ、それか、なるほど、お兄ちゃんはそれを見てたんですね。そう、なんか熱い戦いがとか言い出して、え、寝ぼけてんのかと思ったんですけど、あ、そうそう、あ、そ、なるほどねなるほどなるほど、ユーロ決勝、ありがとうございます、勉強になりました。ね、おしゃべり会楽しみ、わー、シャンシャンシャン、いや、マジオリンピックも楽しみなんですよね。本当に本当にオリンピック楽しみで、もうね、ルアのカレンダーがもう真っ青に染まってるんですよ。あ、あのオリンピックのあの予定は全部青で書いてて、なんか携帯のカレンダーなんだけど青で書いてて、なんかそう書いてたら本当に真っ青になっちゃって、マジで熱いですよ、本当に楽しみ楽しみ。もうみんなパリ行ってるのかな。いや、まだ早いか。え、でも1週間前だよ。でもみんなパリ行ってんじゃないね。私もパスポート作って行きたいくらいですえ、皆さんパスポートとか作ったことありますか。この土曜日はアウェイでアルサポキしない、しないですね、公演ですね踊ってますあ、ちなみに今週は20日はおすすめの日かもしんない。ごめん、忘れてたやばい、20日おすすめの日かもしんない。みんなからするとあそこのポジションをやります、あのポジション、あのポジション、あのポジション、わかるかな。みんなが好きでいてか、私もそのポジション大好きなんですけど、そうだ、言い忘れてた、ごめんなさいぜひぜひぜひお待ちしてます。今年オリンピック、そうですよ、なんかあっという間だよね、4年が経つの、4年が経つの、そう、本当に再来週、あ、再来週だっけ、でも27だっけ、開会式26、7だよね、あれ25だっけ、あ、分かんない、でも26、5、6、7あたりくらいに開会式なんで、そっからもう私は毎日張り付きます。バドミントン金メダル取れますか、いやーちょっとね、いや、いやーとか、なんかね、どうなんだろうね、なんか強いので、そう、なんかやっぱりアジアが強いので、バドはちょっと何が起こるかわからないなっていう感じです、その過去の大会とかも見て。でも頑張ってほしい、応援してます。あ、ある、持ってるパスポート、すごっ。高校の修学旅行がシンガポール、うわ、いいな羨ましいな。だって意外とみんな持ってるんだ。
私は持っといた方がいいかね。あ、そう、ひろかちゃん初日、あ、そう、夏ブロックも初日です。あ、夏ブロックやばい、みんなおすすめの日、何のポジションか分かってきたね、ついにだん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 。24日行きます。お、ありがとうございます。24日はいつだっけ、平日か、水曜日だっけ、待ってます、ありがとう。3年、おお、3年5年10年だっけパスポートって。ねえ、でもさ、これで行かなか、え、パスポートってお金かかるんですよね。ね、私もパスポート取るときは全力でもろうと、こうやって盛りすぎて顔が違いますって言われたらどうしようかな。フェルちゃん、夜コン終了後すぐダゾンで歩み、そうですね、ルーティーンですそれはあれ、東京オリンピック2021、あれ、そう、1年遅れたんだっけあれ、やばい、覚えてない。あ、そうか、あれかな、コロナで遅れたんでしたっけ。なんでだ、なんで遅れたんだ。ぼちぼち選手村に人が入り始めてるみたい。おお、今年の選手村はどんな感じなんだろう。なんか日本の選手村もすごい羨ましいなと思って。そう、普通の部屋なんだけど、なんか特別感を感じませんかねえじゃあまあ3年でも結構経ったよね。うん、ベルちゃん好き好き選手権あったら金メダル取れますうわー、待って、そういうオリンピック系の公演やりたいな。なんかファンの皆さんも参加できる公演。 KLP 行くならパスポート必要ですよね。LP さん、10年で1万、おお、結構するんですね。えへへとか言ってパスポートにも10年パスポートとかいろんな種類。うん、ベッドは段ボール。ね、そうだよね、なんかそういうのあるよね、工夫されてて、そう、面白い。皆さんちょっとお気をつけてパリに行ってきてください。日本で待ってます日本で待機してるんで、行ってらっしゃいませ。あー、楽しみだな、スポーツ。20日夜公演入ります。お、待ってます、ありがとう。うんうんうん、そう、無観客、なんかそういうのあったよね、無観客とか。あとみんななんかさ、オリンピックのマスクつけてたのは覚えてる、なんか赤のやつ。4年後オリンピックの仕事あ、そうですね難しいけど、まあ夢は大きくって言いますもんねそう、なんか赤いマスクつけてたりとか、あと何してたかな、なんだっけね。あ、でもあれかも、俺は開会式が印象的かも。なんかみんな携帯持ってさ、なんか撮ってたよねそんなところもテレビに映っててさ、うん、すごい自由で面白いなと思ってた気がする、確か当時で。もうね、入場してくるじゃないですか選手が。そうで、その私はなんかそれぞれの国のあの何なんだっけ、あれ、なんていうの、あのウィンドブレーカーじゃないや、なんか衣装あるじゃないですかあのデザインマニアでした。そう、あ、ここいいなとか、そう、なんかそういうね、あんまりそういうないようなマニアでした私は。
ね、ペリちゃん好きな国、え、行ったことないんだよね。だからあんまり分かんないんだけど、シンガポールは行きたいなと思って、あとハワイとかも興味あります。そのくらいかな。うん、韓国とかも、でも本当私メイク詳しくないんであんまり分からないんですけど、まあでもハワイとかは行ってみたいですね。開会式の衣装毎回注目。そうなんですよめっちゃ楽しみ。民族服、あ、いましたね、いた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 。マーライオン、あ、マーライオンね、シンガポールあるけど、なんかさ結構前に、本当にめっちゃめっちゃ前にお友達がねシンガポール行ってきたんですよ。めっちゃ前に、私が小6くらいの時かな、本当に前なんですけどお友達がなんかシンガポール行ったのに、なんかマーライオンが工事中だったとか聞いてステンコロリーンってなった気がする。確か懐かしい。マーライオンが工事ってどういうことみたいなね。何の工事だったんだろう。結構おもろくない？何が工事されてたんだろうねでもあの写真は撮りたい。なんかとマーライオンなんか写真あるじゃないですか、あれは撮りたいですね。水回りの工事水が出なくなった。まあまあそんなハプニングもねありますからね。そのハプニングつきものなんで、多分たまたまだったんでしょうね、かわいそうにあ、でもシンガポールマーライオンだけじゃないですから、なんかさあるよね、でっかい建物みたいなやつ、違う建物、なんかそのよくシンガポールって動画映ると毎回映る建物あるじゃないですか、なんか船みたいなやつ、超高いやつ、なんか東京タワーより高いんじゃないかな、でっかい四角い長方形のやつなんですけど、うん、なんかあれだ、あのマリオカートでもそのやつありました。マリオカート、私シンガポールのマリオカートやったよ、わかりますかねプールのやつ、プールなの、そうそうそうとか言ってわかんない、プールなんですかあれプールなの、上なんかあれ見てみたいですね、マリーナベイスダンス、そうなのかな、どうだろう、なんかこの前マリオしてたらなんか新しく増えてて、なんかシンガポールのやつがで、その建物プールか、プールの上走った気がするでそのコース得意じゃなさすぎてね、最下位くらいでした。まあそのシンガポールといえばそれが結構印象的なのと、あとはシンガポールはすごい綺麗なので、なんかポイ捨てとかすると捕まるって聞いたことがあります。だからすごい環境に優しい、環境に優しい、すごい環境がいいところなんだなって思ってる、うん、昔 AKB のメンバーがそこからバンジージャンプ、え、そうなの、え、あそこバンジージャンプできるんですかえ、高くない、高い、え、高くない、すごいね、めっちゃ面白そう、それは。そう、なんか綺麗って聞いたから行ってみたいです。まあでも海外旅行は大人になってから行きたいな、お仕事で海外旅
海外もそう夢見てるけど、でもプライベートで海外は大人になってから行きたいです。うん、その時はみんなにお土産買ってくるねやっぱり NGT48 のワールドツアーワールドてかさ、なんかいまだにワールド組研究部をなんかしっかりさ説明できないんだよね。なんか「えワールドって何?」みたいなそのためになんか「あのベルワールドというワールドがありまして」とか説明しないといけないじゃん。ちょっと恥ずかしくて、ね、ちょっとワールド組研究部は続けていきたいんだけど、その名前の由来は?って言われるとちょっと恥ずかしくなるんだよね。ね、なんかさ組協会のさ、そう日本組協会様が最近すごいね、あのワールド組研究部を気にかけてくださってるんですけど、なんかそのグミのなんかカードみたいあるじゃん、デジタルなのかな、あれってなんか登録でき、私も登録できるのかな、どうなんだろう、ラム登録できるの、誰でもできるん、あ解消、そうそうそう、それ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 解消です、解消ラムやりたい。ね、どうなんだろう、まあ、調べたら出てくるか。日本組協会さんも最初ワールドみたいな反応だったねワールドとは何みたいなね、そうなるよね、だよね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 、私もそうなるよなって思って。いまだにテイの由来もね、しゃべ、おお50分ありがとう。いまだにテイの由来もなんか説明しづらいもん、なんか配信しててテイっていうのができましたみたいなそうするとなんかみんなはてなってなって、そう、じゃあお礼をさせてください。13位アイコス氏ありがとうございます。12位がトランティス氏ありがとうございます。11位シュウちゃん氏ありがとうございます。10位リアちゃんズ氏ありがとうございます。9位カキヒコ氏ありがとうございます。8位小型の小型氏ありがとうございます。7位ケンちゃん氏ありがとうございます。6位セテンガー氏ありがとうございます。5位古川氏ありがとうございます。4位ただの DT 氏ありがとうございます。3位ポンポン氏ありがとうございます。2位青氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイヤンピ氏です。ありがとうございます。ヤンピ氏土曜日初めての昼夜公演楽しみにしてますね。おすすめの日なのでとルアのことをたくさん見つけてね。ありがとう。20日今週会えますね、ありがとう。ということですいません、スクショタイム、マジ寝起き安いありがとうございました。本当にありがとうございました。それでは終わりたいと思います。バイバーイ。バーイバーイ。おやすみ。また明日会おうね。